おはようございます。おはようございます。出張にやってきました。ここはどこか分かりますか？ H&M ではありません。東京ではありません。東京ではありませ ん, ませんですね。姫路駅です。はい、この近くに市川町っていう町がありまして、はい、日本で初めてアイアンが作られた場所なんです、そうなんです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 、はいはい、でここで、いろんなメーカーとかもあるんですけれども、ここで作られているすごいプレミアムなウェッジというのがあって、はい、それの製造現場をだからもう作ってるところを見に行こうという企画です。工場ですね。工場見たことあります？ないです。削ってるところもないですか？ないです。初めてです。もう打つ専門ですか？打つ専門です。じゃあそれを見に行って、はい、最後ちょっと打ってみて感想も聞きますという流れで行こうと思ってます。え、これもう言っていいですか？あ、そうそう、あるある。このウェッジ、このウェッジ渡すの忘れてた、はい、これです。こちら、はい、2種類のウェッジがあって、かなりアスリートっぽい感じなんですよね、見た感じは。これ何かっていうと、丸山茂樹さんが監修して作られたっていうウェッジなんだそうです。で、丸山さんといえばアプローチ、アプローチですよね。で、ちょっと早く打ちたい。これ打つのはまだです。作ってるところ、まずは作ってるところを見に行く。そうです、はい、行ってきます。はい、じゃあよろしくお願いします。どこか。ゴルフクラブ発祥の地という看板がありました。もう市川町にやってきました。姫路駅から30分くらいかな、すごい近いところです。で、ここはもうその丸山茂樹さん監修のウェッジを作っている工場の一つです。ここで工程を見せていただくんですけれども、この方はなんと今回ナビゲートをしてくれる、市川町商工会の宮本さん。はい、宮本です。よろしくお願いします。お願いします。すごい、音がすごい。これが肝臓の工程、肝臓の工程ですね。はい、あちらに丸い棒がありますよね。あれを熱して、で、金型に押し込んで、で、切れて、形を作っていく。電子レンジと同じでね、中まで熱するんですよ。はい、あれが硬いなって、肝臓のアイアンのウェッジの型ですけどね、ウェッジの型に、はい、もう完璧になってない？完璧にはなってない。すごい、ウェッジの肝臓の現場を見せてもらったんですけど、はい、すごい音ですね。音が大きいでしょう。かなり。で、もう結構もう何回もこう鉄を叩いて作るもんなんだなって初めて知りました。ね、この工場ではね、3回、肝臓で叩いてます。はいはい、それは工場によって違うの？そうですね、工場の機械とかそういうのによっても違いますので。あ、そうなんですね。はい、
叩き固めることによって、はい、鉄の組織が緊密になって、でしなりとか、はい、そういうのが出てくるというふうに言われてます。でもその叩く機械って全部一緒じゃないですか、はい、叩いてもその個体差の重りの違いってやっぱ出ちゃうものなんですか。どうしてもね、グラム数みたいな、グラム数は少し違いが出てくるんですけども、うん、まあ、そこが職人さんの、はい、まあ、腕の見せ所とか、担当は担当の職人の腕の見せ所とかいう形で、はい、そういう個体差とか、はい、あとはまた削りとかね、そういうところで調整していく。一個一個全部測ってましたからね、重さを、ね、もちろん状態によっても違います。金型の温まり方とかそんなによっても違ってくるし、そうなんですね、うん、じゃあ気温によってもその熱の熱し方の温度差ってあるんですか。やっぱりね、変わってくるみたいですよ。冬場はやっぱりそれだけ厚めにする、うんうん、厚めにするというか、温度自体はやはり1200度ぐらい、はい、この状態にするんですけども、その辺の色目を職人が見てで判断するっていうね、はい、だからまあ経験とそういうものがやっぱり重要になってくる。鍛造には鍛造のプロ、鍛造には鍛造のプロが、で次は削り出しのプロ、削りですね、研磨、はい、の方の、うん、研磨の方、ちょっと楽しみだな、はい、あれあんなポン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 出してますけど、あんだけポン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 売れてるってことなんですよね。そういうこと言う。いや、でもいいなと思って、1個1万円がそう。あんな作れてるんだと思って羨ましいな。もちろんね、あれです、国内だけじゃなくて、うん、世界中にも、はい、そうか、出してますんでね。でもかなりの数作れますよね、あのスピード感で、うん、すごい作れてたら、まあ、作るね、作り方としては鋳造の製品の方が多分大量生産に向いてると思うんです。鋳造、鋳造っていうのはね、鉄をドロドロに溶かして液体にして、はい、肩に流し込んで冷まして固めるっていう。で今見ていただいたのは鍛造、軟鉄鍛造のアイアンの製法なんですけども、よくフォージドって書いてあるのあるじゃないですか、はい、フォージド、はい、フォージドが鍛造です、ね、フォージドが鍛造です、ね、そうで鋳造はキャスティングって言うんですけども、その作り方の違いで全然ね、打感とかそういうものが違って、フォージドの方が柔らかい打感、そうですね、ですよね、はい、鉄を叩くことによって、はい、鉄の組織っていうのを均等にして、でそれで打った感覚、打感っていうのが柔らかく、うん、感じるようになるっていうふうに言われてます。ここで、作られているアイアンがタイプ K、 タイプ K です。こんな綺麗になるんですよ。あそこから。鉄のところからピッカピカ。なんかすごいな。ちょっとこのヘッドだけの形状だと分かりづらいと思うんですけど、ちょっとこうグースがある、基本的にはちょっとこう捕まえやすいような形で、あとバンスも結構ありますよね。そうですね、高く出てるんでバンカーとかが出しやすい、なんか苦手な人にはこういうバンスがついてる方がいいですね、やっぱり。厚みありますよね。ちょっと厚みは確かにありますね、うん、ある分なんかこう優しく見えるっていうか、薄いのだとすごい難しく見えちゃうじゃないですか、レッジとか、まあ、アイアンとかでもそうですけど、あとこっちの先をね重くする、まあここ削ってこっちの先を重くすることによって回転もかかりやすくなるんですね。スピン量ですか。スピン量もかかるんです。へー、らしいです。スピンもかけやすい、優しいけど。マシニングっていう機械で削っていって平面出してます。だからちょっと微妙に線が見えると思うんですけど、はいはい、機械加工の線ですね、ここにですよね、うん、はい、バックフェイスも、バックフェイスも機械でここ削ってます、うん、ここってなんかそのメッキの種類が違うんですか、これ。これはね、ブラストって言ってね、砂をね、工程の中で吹き付けるんです。砂を吹き付けてるんですか、はい、
小さい砂の粒子を吹きつけてくっつけてるんですか、うん、吹きつけてる状態ですね。うーん、まあ、あの視覚的な効果ですね。はい、うん、あのちょうどこの断面が光らないような形で視覚的な効果、はい、あ、そっか、構えた時にあまりにも光っちゃうと自分に反射してきちゃうから、はい、じゃあありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ次は剣まで形を作っていくんですよね。そうですね。ウェッジの形にしていく。はい、大事なスピンを入れるための溝、うん、ですよね、うん。溝もありますし、はい、あのいろいろあの表彰のね刻印とかあそういう部分を見ていただいたりとか、はい、よろしくお願いします。今回の動画はいかがでしたでしょうか。なんと今回丸山茂樹プロデュースの市川プレミアムシリーズエッジをなんと視聴者プレゼントをしていただけるという、はい、しかも豪華に2本1セットを1つずつ計2セットってことですかね。そうですね、2セットをプレゼントしていただけるということで、はい、ちょっと私も欲しいなって思ってるんですけど、概要欄にありますのでぜひ見てください。タイプ S はブラックの注文も可能なんですか。可能です。お、 K の方は選べない。あ、そうですね、 K の方は1色だけになってます。はい、タイプ S のみ2色の展開になってますので、ご注文の際に、うん、どちらの、ね、色がいいか、まあ、選ばれた人に質問するっていう感じ で、ね、はいはい、選んでいただきましたら、はい、対応させていただきますので、じゃあぜひ皆さん応募してください。応募してください。ありがとうございます。よろしくお願いします。え、これ可愛くないですか。ライオンみたいなやつ。ひまりん、ひまりん、うん、ひまりんゴルフしてるじゃないですか。可愛い。ひまりんが可愛いと言って工場の人たちが信じられないと言ったまさかの反応なんですけど、ひまりんはゴルフが得意なんです。得意なんですね。結構動きがなんか弾力ありそうですよね。かわいい。ヒマリングッズもらった。ちゃんとゴルフしてるっていうのがいいですね。森の中に住んでる妖精なんですけどね。関係ない人柄でしたけど、これアイアンです。そうなんですね。チカーチョーのアイアンを使って素晴らしい。かわいいです。アイアンの愛とかけて愛から始まるって言ってますね。チカーチョーの愛、はい、チカーチョーの愛なんで、いろいろかけてます。アイアンの愛動物的にはタヌキ系統なんですかね。いやライオン、動物系ライオンかなって。これはね、ひまわりの花なんで体が緑なんで、うん、やっぱひまわりの妖精、ね、ライオンかつひまわりの妖精。ひまわりの妖精、ライオンではないですね、ひまわりですね。来年のゆるキャラグランプリにも出て優勝を狙うんで、皆さんめっちゃ可愛いですよ。